それでは改めまして、本校の研究をご指導していただきました、横浜国立大学野中陽一先生に最後指導を公表していただきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。時間も押してますので手短に行こうと思いますが、結論から言いますと、多分なんか地道な研究だよねっていう感想をお持ちの方いらっしゃるんじゃないかと。もっと ICT ね、情報活用能力 ICT バリバリとかっていうイメージを持たれるかもしれませんが、一つのポイントは能力の育成をどうするかで、機器の活用ではない。今、ね、岸先生のまとめもありました。それからですね、これ一応テーマはそうなんですけど、実はここがゴールでもなくて、カリキュラム別に作ったらそれでっていうことではなくて、それをベースに事業改善を継続していく、でそれによってさらに能力を高める。でところどころに出てきましたけど、これをやるためには先生自身も情報活用能力を向上しないとできないんですね。でこれを研修とかその事業研の後の討議とかの中で組み込んでやってたっていうのがこちらの研究の特徴かと思います。で前提はとしてちょっとこの研究の前提になっているものは、これはまあ日本ではですね、教科指導における ICT 活用はもうすでに指導より前提になって、これも話に出てきましたけども、カリキュラムはの中にいろんなところに入ってるんだけども、体系的にはなっていない。特に小学校は科目がないと、中学の科目もないと。でただこれらは教科の目標に情報活用能力育成の目標がこう含まれているっていうか、そもそもそれは情報活用能力だよねっていうものもいっぱいあると。でこれをまず先生方が理解することが必要ですねっていう話です。で実際のこういう ICT 活用の中でも、先生たちは情報を比較するとか、それから関連付けて説明をするとかっていうことは先生の説明でもやってるし、子どもに説明をさせようともしてるわけです。ですからこういうのを拾っていけば当たり前ですよね。授業の中で情報を使わないってことはありえないわけですから、要するに情報活用はいろんなところに含まれてるし、先生もこういうふうな情報活用を実際にしながら授業をしているということになります。でその情報活用能力に関しては、情報化ビジョンの時のこのワーキングでですね、結構上の方にありますから重視されているわけですが、日本では先ほどもちょっと話したようになかなか浸透しないと、むしろ誤解されたまま放置されている、まあ、言い過ぎですねそれはね。でこの時にやっぱり21世紀に求められる力としてこんなことが書かれているわけですが、言語活動の充実と関連させて情報活用能力と言われているわけですね。で情報活用能力は知識技能を活用して行う言語活動の基盤となるって書いてあるんですが、僕はなんかこれは確かにそうなんだけど、いやこれはもうね、言語活動を通して能力も高めなきゃいけないし、能力を高めて言語活動もしなきゃいけないので、まあ、一方向ではないかなと思います。でこの時のビジョンの会議で僕は実は私もここに入ってたんですけども、じゃあどうやって教育課程を作るかっていうのは、いろんなパターンがあったわけですが、これ現行の学習指導要領で公立学校がこれの研究をしようと思ったら、皆さんどれができると思います？新しい領域の創設とか教科の創設は、これは研究開発学校じゃなきゃできないわけです。そうすると、で教科内容も実は教科の内容は指導要領で決まってるから、これもいじれないわけです。そうするとできそうなところはこのぐらいなんですね。あるいは教科の中でやるしかないわけです。ですから、まあ、選択肢としても実はこれしかなかったっていうのも現実です。でその時のビジョンでやっぱこれ反省もあるので、情報教育の一層の充実が図られており、まずは新学習指導要領の円滑な確実な実施って書いてあるわけです。だからここはそれを愚直にですね、そのままやったっていうのが現実です。だから、で本当はね、でビジョンの時には、で実は重点単元設定とかも書いてあるんですね。実は私が書いたっていう説もありますけれども、こういうものを抽出してこういうのをやりましょう、でこれ文科省でやりましょうって書いてあるんだけど、誰もやってくれないから平省にお願いしたと、まあ、そういうようなことになるわけで、国の仕事を代わりにやっていただいたっていう話です。でその時に情報活用能力の育成のカリキュラムを開発する、でこちらの学校の特徴は、まあ、ボトムアップでカリキュラムを開発した、で能力育成を目指して、こっちの方はあんまり触れなかったですけれども、でもこういう関連があると。それから情報活用のプロセスに沿った学習活動っていうのを結果的に先生方は
見出してるんですね。でそれらがまあ一応イノベーション、まあ、ちょっとイノベーションについて後で少し説明をしますがっていうのが生まれているということになります。で実際ですね、じゃあカリキュラムで平小学校で研究事業をやったんですが、それのスキルの欄に書かれたところでですね、まあ、先生が指導案レベルで重視しているものだけをちょっと拾ってみるとですね、これ集める組み立てるなんとかっていうそれだけ漢字で並べたんですけど、でこれ学年ですけれどもこんな感じになるんです。先生方がこの情報活用のプロセスとして重要だと思ったものをこう抜き出して並べるとこんな感じです。でこれじゃあよく分かんないですが、これ低中高に分けると意外とはっきりする。低学年は集める分けるっていう活動がこうあちこちに入ってる。だから低学年は集める分類するっていう、それに組み立てるっていうのがつながったカリキュラムが、これ結果的なんですよ。皆さんが事業研究研究事業をやるときにどこを重視するかっていうのをピックアップするとこうなる。でこれは多分トップダウンではなかなか見出せないことで、これ事業研究を積み重ねていったときにこういうことがで、中学年は何かっていうと今度は集める、分類する組み立てるっていうのがこういうセットでですね、単元の中に現れている。なのでちょっとですねこの分類するっていうのが、あったりなかったりするんですけども、これは多分低学年でやってるのでこの中に入っちゃってるんですね。重視されてなくなるわけです。それがさっきの、まあ、基本的なところを学んだ後に、応用するっていうのがカリキュラムにも現れるわけです。で高学年になるともう分類不能になります。これは単元も長くなるし、複雑化すると。ただ表現とか伝えるっていうところに力点が置かれて、それは個人でもグループでもやると。で相互評価をするっていうことも結構、今日も相互評価結構してましたけども、こういうような、まあ、単元の中の情報活用の流れっていうのは先生方はやっぱりこう積み重ねていく中で結果的にカリキュラムとして作られる。でこれは僕はすごく大きな知見だと思うんですけれども、こういうのを見出せないとなかなか実は能力育成バラ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 やっていても、うまくいかない、まあ、まとめると集める分類するっていうのが中心になるっていうことになる。でここ表現伝える、なので今日の6年生の総合では、まあ、発表するっていう場面を重視して、それはもう総動員してやろうということになるわけです。でこういうカリキュラムの構成に関して、今ですね、もともとその育成すべき資質能力を踏まえた教育目標の検討会っていうのが文部科学省で行われて、これは皆さんぜひ読んどいた方がいいと思います。これ次の学習指導要領のための元になるところで、すごい著名な先生たちが毎回集めて議論してますけれども、ここでやっぱり資質能力を踏まえた教育目標内容とか、指導内容とかっていうことが検討されています。でここの資料をよく見ると国研のこの基礎研究の資料が至る所に出てきます。でこれの中に、こういう資質能力の枠組みで、どういうふうな力をつけるんだ、でここにやっぱスキル、情報スキルとか問題解決力とかいわゆる情報活用能力に関連するようなものは必ず含まれています。これは世界的にもそういう流れになっている。でこの教育課程の原理の中でいくつかのパターンがあるんです。でただ明確にその能力目標を位置づける必要があるとか、教科内容の学びで支えるとかですね、そんなことが書かれています。でこういくつかのパターンがあるんですけれども、例えばねさっきの情報活用能力育成のカリキュラムの時に独立させてやるのか教科内でやるのかっていうのは結構世界的にも議論されているんですが、ここの結論は、教科の中でやりましょうと。でそれを、学習活動と会の能力を分析をして、それを学習活動と組み合わせて、それをいろんなカリキュラムに組み込みましょう。で僕はだから平良翔の研究はこれを国語の中でやったんじゃないかなというふうに思うわけです。でこういうか、ね、この辺になるとなんか平良翔のスキルとかなり近い言葉がこう書かれていて、それと学習活動との関連図なんていうのも出てますけれども、で、ね、もう一つ最近の資料ではオーストラリアのカリキュラムとニュージーランドと日本を比較していて、日本では総則レベルではの目標とか書かれてるんだけれども、各教科の中ではそれの埋め込みが実は記載されてないっていうようなことが書かれてる。なので平良翔をよく やったことを振り返ってみると、この部分やってたんですよね。能力の部分を解目標を作り、それが各
国語の中でどういうふうに埋め込まれているかっていう研究をしてた。だから世界的な研究なんですね、なんていうことをまあ思ったりするわけです。でただこれを要するに何か理論的にというかトップダウンでやったんではなくて結果的にこうなった、僕はそこに研究の価値があるかなというふうに思っています。まあ、そういう意味では先生方特にですね、福山さんとか田中さんなんか相当苦労してですね、さっき の 50% 削られたっていうのはあそこがバッファーになってたっていうかですね、あそこにこうザルがあってだいぶ僕の言ったことがこう抜けないようになってたと思うんですけども、まあ、いっぱいやることはあったわけです。だから僕は結果的にはですね、先生方を追い立てることしかしてなかったんじゃないかって、ここで反省しようと思ったんですけども、途中で反省しちゃいましたけども、まあ、そういうようなことがあります。でその研究のプロセスによる変容はやっぱ先生の意識が変わるっていうことで、授業の見直しで実践カリキュラムで子どもが変わる、僕最初はこういう想定だったんです。ところがやってみるとやっぱここをぐるぐる回るっていうのが結構長くかかって、これ1年ぐらいかかったんですね。で最終的には実は先生たちはここで授業を少しこういろいろ工夫するとやっぱ子どもが変わるっていう実感をもとにそれで見直したりして、でそれが結果的にカリキュラムに反映させるっていう、ここがですね非常に重要だっていうか、そこに先生方の視点があったっていうことがあります。で結果的にまたこうカリキュラムが変わって実践によって作られたカリキュラムが日常の授業に影響したり他の教科への影響ということになる。でまた子どもが少しずつか、ただこの子どもの変容はそんなに簡単ではないですよね。能力ですからそんなにパッパッパッと変わるもの、でこれを長いスパンでやってたので中間発表の時にだからこれは僕は6年の研究ですよって言ったんですけれども、まあ、これからそのベースになるものを使いながら持続するっていうことが必要なのかなと思います。まあ、こういうようなことをした結果、こんなことに2年目として、こういうことを目指したんですけども、おおむね達成できたんではないかなと思います。ただですね、今日皆さん話を聞いていて、これ自分たちで学校研究として取り組まないと分かんない部分があるんじゃないかなっていう危機感はあります。ですからここの成果物を例えば皆さんがお土産に持って帰っていただいたとしても、それを簡単に他の学校でじゃあすぐ活用できるかっていうと、そこまでのプロセスを経験してないとやっぱり実感が難しいんではないかな。なのでもしそれを普及するってことになれば また違うですねアプローチとか、何かが必要なのかもしれません。で私たちっていうか私たちのグループはですね、この情報化のプロセスの普及モデルっていうのを考えてるんですけれども、これ基本的にまあどっちかっていうと情報化って大きく書いてますが ICT 活用なんですが、ここの部分っていうのはこの学校はまあ 下地はありましたけれどもかなり急いでやりました。で通常ですとこういうイノベーションが起きた後にカリキュラムに統合されるっていうですね、ところに至るんですねが、まあ、こういうふうに教室環境それから事業に統合された ICT がですね、でここはカリキュラムなんですけども、この研究をしたのでちょっとこのモデルには当てはまらないかもしれません。ただここのところは実はこの2年間を通して実際にやっていました。従来の事業の中での ICT 活用はやっていました。さらにここのところに新しい学力館のところに情報活用能力っていう軸が入ったので、教育方法の見直しとか学習環境で、ここにはさっきのツールとしての付箋とかホワイトボードとか iPad とかっていうものが入ってきた。でなのでちょっと今ここにも入りかけてますけども、ここを一生懸命やってたんですね。でこれが、まあ、結果的にはカリキュラムという形でアウトプットされたと。ですので、まあ、今後はですねここの部分をもう少し、吟味していく必要があるかもしれません。でそういう意味ではこれから何がデジタルに置き換わるかっていうと、まあ、指導者のデジタル教科書っていうのが出てきたし、こういうところをデジタルでやりましょうっていうのがありますけれども、情報活用能力の育成ということであれば最終的には子どもたちがデジタルの情報を自分で扱えるようにするっていう、ここまでやんなきゃいけないわけで、これはだから小学校段階ではどの程度までやるのかっていうのは一つ大きな課題かと思います。なので、まあ、今の現行のカリキュラム情報活用能力は基本的には今日一部デジタルの情報を扱ってましたけども、アナログ情報をベースにしていますから、それを少しずつデジタルに置き換えた時に一体小学校ではどの辺までできるのか、それによって授業っていうのはどういうふうに変えていかなきゃいけないのかっていうことを考える必要があると思います。これですね、
今はどっちかというとニュースになるのはタブレット端末を何台導入とかなんとかってやってますけども、例えばフューチャースクールの横浜附属中学校も過去を見るとですね、習得活用探究の授業、教科における言語活動、思考力判断力の育成、こういう積み上げがあったところに端末が入ったからそこそこうまくいってるんです。これもし これがなかったら、僕は今の附属横浜中の ICT 活用はもうちょっと遅れてると思います。で、これはだから先に言語活動の充実とか授業スタイルの変化があるところに ICT を入れるっていうふうなステップを踏む必要があって、その時にはデジタル情報も活用でですね、付属のやっぱすごいところはここをやった後、次にですね、子どもたちがもっといろんな情報にアクセスしたいとか、他の友達とか隣のクラスの考えていることを知りたいって言い出したんですね。それで初めてネットワーク上で情報を共有するなんていうことが今始まっている。だいたいフューチャースクールはこういう機能がありますからってこっちからやる、こっちからやるんですけども、そういうところはだんだんやらなくなるんですね。ところがこういう思考をずっと踏み続けてですね、こっちに行くと僕はこれは定着するんではないかなというふうに思っています。そういう意味では平省はそのベースの部分をすごくやってきたので、これからそこにデジタル情報が入ってきても十分できるんではないかと。ただ繰り返しますけれども、小学校段階でどこまでやるかっていうことに関しては僕はかなり慎重にした方がいいんではないかなというふうに思っています。もう一点だけすいません、振り返ってみるとですね、特別支援級の事業の研究事業の提案って結構本質的なというかですね、すごいところついてる。今日これビデオのどういう順番でやりますかっていう授業だったんですけども、これ実際のソフトってこうですよね。そうですよね。だからこれ僕見た時に、いやこれ情報の科学的理解だよなと思ったんですね。そう思いません？僕だけか、でね、だからこういう発想で事業ができるっていうのは僕すごいなと思ったわけです。それから振り返ってみると、過去にもこれ子どもたちの学習の様子を iPad で録画しておいて、それで振り返るって活動してるんですけども、振り返りにこれを使うっていうのは今いろんな教科でやられてるんですけども、これも特別支援が最初にやってるんですよ。なので僕はこう特別支援はちょっと苦労しましたってお話もいっぱいありましたけども、その本当に子どもたちの理解を深めようとか、その子どもたちに合った手立てをっていうのに ICT を使おうっていう時には、結構本質的な部分っていうの活用がね入ってるんじゃないかなというふうに思っています。最後に今後の課題で、これはね、私相変わらず無責任ですけれども、これは今進行中です。でこれを基づく実践の継続です。それとデジタル情報をこれからどういうふうに活用するっていうか、それを子どもなりに活用できるようにするか。でカリキュラムの普及に関しては、これね、カリキュラムそのものというよりやっぱ開発のプロセスとか、その基本的な考え方をアピールするのが普及につながるんではないかなというふうに思います。平小学校では本当に勉強させていただいてありがとうございました。これで私の方の話を終わりたいと思います。